はい、今回ですけども、こちらの2つの映像に、キーフレームを使った、回転だったり、調整のそのズームですね、そちらについて、ご説明していきたいと思います。こちらまず1つ目のクリップの先頭の、回転ですね、回転のところを8度ぐらいですかね。8度ぐらいに設定していただくと、映像がこう傾くんですけども、まあ端っこちょっと切れてしまうので、調整のすべてで150ぐらいにしましょうか。で先頭に、キーフレームを切っていただいて、クリップ、映像の一番最後は、矢印の下ですね。矢印の下を押していただいて、ここを0に設定するだけで、こう下がりながらですね、映像がどんどん回転するという風な形になります。一番先頭が8ですね。これが一番下が進むごとに回転が0になるというところで、こう一つキーフレームを使って回転を加えることで、単調にならないというか、ずっとこう引きだとまあ飽きてくるので、ちょっとこういう回転も入れてあげると映像結構面白くなるかなと思います。うん、まあ、いい感じですね。で、二つ目、まあ、これは、ね、もともとこういう回転の映像なんですけど、例えば、これをですね、300ぐらい、やりすぎたな。200ぐらいに、設定していただいて、キーフレームで、一番映像の後ろに持ってきていただいて、100とで設定していただくと、次はですね、こう回転をしながら、どんどんこう引いていくような映像になるので、被写体を中心に回転しているような映像ですね。その映像のこの広がりですね、広がりを持たすような表現できるかなと思います。まあ、キーフレーム使ったズームはですね、まあ、他にもズームトランジションとかあるんですけど、それは以前の動画でチュートリアル出してるので、まあ、そちらも見ていただければなと思います。今回はキーフレームを使った回転だったり調整を触って、この映像の表現の幅ですね、を広げるようなテクニックをご紹介させていただきました。今回は以上になります。本日も動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。